サンフランシスコ 49ers はアメリカ合衆国カリフォルニア州サンフランシスコベエリアのサンタクララに本拠地を置く NFL チーム NFC 西地区に所属している2013年シーズンまではサンフランシスコ市キャンドルスティックパークをホームスタジアムにしていたが2014年シーズン以降はサンフランシスコ近郊のサンタクララ市ディバイススタジアムを ホームスタジアムとしている。両スタジアムは直線距離で約50キロ離れているが、いずれもサンフランシスコ湾岸に立地している。日本語では英語表記のまま、フォーナイナーズと記述されることも多い。愛称はナイナーズ1946年にオール。アメリカフットボールコンファレンスの一員として、チーム創設。1949年ロックの破綻に伴い、 1950年に NFL に参加した。現在、NFC 西地区に所属している。チーム名は、サンフランシスコの東にあるサクラメントで1848年に、砂金が発見されて、カリフォルニアでゴールドラッシュが起き、近郊で一攫千金を夢見る。鉱山市が翌年に急増した1849年に、ちなむ。ゴールドは、チームカラーの一つにもなっている。 これまでにスーパーボウルに5回優勝している。この記録は、ダラスカウボーイズと並んで、歴代2位体である。NFL に加入後1970年まで、地区優勝を果たすことはなかったが、1980年代には、プレーオフを逃すことわずか2回で4回のスーパーボウル優勝を果たすなど1980年代を代表するチームであった。チームは3度のスーパーボウル MVP に輝いた。 ジョーモンタナ、長年プロボールに選出された、ロニー・ロット、史上最高級 B レーティングを残した、スティーブ・ヤング、歴代最多タッチダウンを上げたジェリー・ライスらによって1980年代と1990年代、初めにスーパーボール5回の優勝を誇った、またさキャッチや、第23回スーパーボールの逆転タッチダウンドライブは有名なプレーとして知られている。 1948年から14年間在籍した FB のジョー・ペリー1946年ロークの一員としてチームが創設された。これはメジャープロスポーツ球団として初めてのサンフランシスコにおけるチームの誕生であっただけでなくアメリカ西海岸にできた最初のプロチームの一つとなった。リーグには圧倒的な強さを見せた。 クリーブランド・ブラウンズが存在しに以上の成績を収めることはできなかった。ロークが崩壊するとブラウンズ及び初代、ボルチモア・コルツと共に NFL に加入した。1951年から10年間在籍した、QB の IA ティトル1957年、開幕戦を落とした後、ロサンゼルス・ラムズ、シカゴ・ベアーズ、グリーンウェイ・パッカーズを破りホームのキーザー・スタジアムに、 帰ってきたベアーズ戦7から17とリードされた試合中にトニー・モラビトオーナーが心臓発作で休止してしまうハーフタイムに秘宝を聞いた彼らは古い立ち14点をその後入れて21から17と逆転勝利を果たした11月3日のデトロイト・ライオンズ戦では28から31とリードされた残り10秒敵陣41ヤードからの攻撃で YA ティトルから2人のディフェンスにカバーされた RC 応援数へのタッチダウンパスが決まり逆転勝利した。このプレーはアリーウープと呼ばれているチームは8勝4敗でライオンズと並んでウェスタンディビジョン主位体となり地元サンフランシスコで地区優勝をかけたワンゲームプレイオフで対戦することとなった。ハーフタイムを24から7とリードして迎え NFL チャンピオンシップゲームのチケットも印刷された。後半開始早々、ヒュー・マケルヘニーが71ヤードを走ったがこのドライブでチームはタッチダウンを奪えず、27から7とリードを広げたにとどまった。ここからシーズン開始早々負傷欠場したボビー・レーンに変わった相手 q b トビン・ロートが率いる相手オフェンスが爆発、トム・トレーシーの2タッチダウンランなどで、 27から31で、ナイナーズは逆転負けを喫した。この試合、ナイナーズが勝っていれば、NFL チャンピオンシップゲームに、クリーブランド・ブラウンズを地元で迎えるところであった。チャンピオンシップではライオンズが、ブラウンズに59から14で勝利して、優勝を果たした。1950年代のチームのバックフィールドを構成した4人、YA キトル、ジョン・ヘンリー・ジョンソン、 ヒュー・マケル・ヘニー、ジョー・ペリーは後にプロフットボール伝導入りを果たした。その後13年間チームは勝率5割前後をうろうろする波のチームであった。この時代の主力選手は RB のケン・ウィラード、QB のジョン・ブロディ、オフェンスラインのブルース・ボーズリーであった。また1960年にヘッドコーチのレッド・ヒッキーは NFL チームとして初めてショットガンフォーメーションを導入し、 この知られていないフォーメーションを利用して、ボルチュモア・コルツを破った。1961年、ショットガンフォーメーションを利用したチームは2週連続の、完封勝ちを含み4勝1敗で、シーズン序盤ダッシュしたが6試合目のシカゴベアーズ戦で、スクリメージライン付近に選手を動かした上での、相手ディフェンスによる q b への激しいパスラッシュで0から31と、完封負けを喫した。 残り試合は3勝4敗1分の成績しか残せず7勝6敗1分に終わった。1962年はロードで5勝したものの地元、キーザースタジアムではわずか1勝しか上げられず6勝8敗に終わった。大きく負け越した1963年に2勝12敗、1964年に4勝10敗と散々なシーズンを終えた後、1965年に、 怪我から復帰したジョン・ブロディがリーグトップクラスの3112ヤードのパスを投げ30タッチダウンを上げてチーム成績は7勝6敗1分と改善した。1968年にダラスカウボーイズのヘッドコーチトム・ランドリーの下でディフェンスコーディネーターを務めていたディック・ノーランがヘッドコーチとなった。1968年は7勝6敗1分。 1969年は4勝8敗2分と、ここ10年ほどと同じく振るわなかった。1970年、チームは7勝1敗1分と絶好のスタートを切り、ライオンズ、ラムズに敗れたが続く2試合に勝利し、オークランドレーダースとの最終節を迎えた。地区優勝争いで、ラムズに0.5ゲームリードしていたチームはその試合に勝利するか。 ニューヨークジャイアンツがラムズを任すことで地区優勝ができる状態であった。先に行われた試合でラムズがジャイアンツを30から3と破っていたが、ナイナーズはレーダースを38から7と破り初の地区優勝を果たした。ディビジョナルプレイオフで前年の第4回スーパーボールに出場したミネソタバイキングスを17から14で破って NFC チャンピオンシップゲームで ダラスカウボーイズと対戦したが10から17で敗れた。この試合が、キーザースタジアムでの最後の試合となった。この年チームからは、プロボールに、ジョン・ブロディ、ジーン・ワシントン、デイブ・ウィルコックスら5人の選手が選ばれ、ブロディが MVP を受賞した。チームは1971年から、新しい本拠地、キャンドルスティック・パークに移った。このスタジアムは、 市の中心部から離れていたがハイウェイを利用した、アクセスは容易なものとなった。1971年チームは9勝5敗で、地区優勝を果たし、ディビジョナルプレイオフでは、ワシントン・レッドスキンズを24から20で破った。前年に引き続きダラスカウ・ボーイズとの再戦になった、NFC チャンピオンシップゲームでは強力な、相手ディフェンスによって攻撃が、全く機能せずに3から14で破れた。 この年、プロボールに、ジミー・ジョンソン、ジーン・ワシントン、セドリック・ハードマン、ビッグ・ワシントン、ホレスト・ブルーラ8人の選手が選ばれた。1972年は、シーズン最後の6試合中5試合に勝って3年、連続で NFC 西地区優勝を果たした。この年のプレイオフでも、カウボーイズとディビジョナルプレイオフで対戦、ゲーム最初のプレイで、 ビッグワシントンの97ヤードのキックオフリターン TD が決まり前半は21から6とリード28から13と15点差をつけて第4球に入ったここで相手ヘッドコーチのトムラ・ンドリーは先発 QB のクレーグ・モートンを下げてロジャー・ストーバックを送り込んだストーバックに引きられたカウボーイズの攻撃は FG を決めて28から16 残り時間2分を切ったところで、ストバックからビリー・パークスへのタッチダウンが決まり28から23と追い上げられた。ここで、トニ・フリッチュのオンサイドキックが成功し、ロンセラーズへのタッチダウンパスを決められて、ナイナー,ーズは28から30と、またしてもカウボーイズ相手に苦敗を飲んだ。1973年には、最後の8試合のうち、低迷していたニューオーリンズ・セインツ、 デトロイトライオンズにも敗れるなど6敗し、5勝9敗と1969年以来、最低の成績に終わった。長年先発 QB を務めたジョン・ブロディは、スティーブ・スパリアーラと併用された。ラッシングゲームも不調でこの年のラッシングリーダーは、ビッグ・ワシントンだったが、わずか534ヤードにとどまった。1974年、ドラフトで、 アラバマ大学からウィルバー・ジャクソンを獲得した。ジャクソンは705ヤードを走り、相棒のラリー・シュリーバーと合計で1300ヤード以上を獲得した。QB のスパリアーは負傷によりシーズンのほとんどを欠場し安定した。QB を欠いたが6勝8敗と検討した。1975年にはプロボールに3回選出されたタイトエンドのテッド・クワリックが ワールドフットボールリーグに参加するため、対談してしまった。またウィルバー・ジャクソンは怪我で、シーズンのほとんどを欠場し、デルビン・ウィリアムズが、チームトップの631ヤードを走った。チームは、最後の4試合に連敗して5勝9敗に終わり、ノーランヘッドコーチはこの年でチームを去った。ジム・プランケット1976年、チームは、スタンフォード大学時代にハイズマン賞を獲得した。 ジム・プランケットをニューイングランド・ペイトリオッツから獲得した。また新しいヘッドコーチにはモンテ・クラークが就任した。この年チームの乱攻撃はさえわたり、デルビン・ウィリアムズは1200ヤード以上を走り、一流 RB の仲間入りを果たし、プロボールに選出された。またウィルバー・ジャクソンも792ヤードを走った。レシーブではジーン・ワシントンがチームトップの457ヤードを稼ぎ6。 タッチダウンを上げた。シーズン開幕から6勝1敗と1970年以来のコースターとを切ったが競合との対戦はなく、マンデーナイトフットボールでのロサンゼルスラムズ戦では、トミーハートの6サックなど、合計10サックを浴びせて16から0で完封した。チームは、最後の4試合に、同地クライバルのラムズ、アトランタファルコンズとの対戦を残し、 プレーオフに望みをつないでいたが4試合とも落とし8勝6敗でプレーオフを逃した。クラークヘッドコーチはわずか1シーズンでゼネラルマネージャーのジョー・トーマスによって解任された。1977年、エドワード・デバートロ・ジュニアがチームを買い取った。ケンマイヤーヘッドコーチが就任したが開幕から後、連敗しそのうち2試合は完封された。続く6試合中5試合で勝利を収めたが、 その後3連敗し5勝9敗でシーズンを終えた。期待された、プランケットは9タッチダウンしか上げられなかった。ディフェンスラインのトミー・ハート、クリーブランド・イーラムがこの年、プロボールに選出された。またウィルバー・ジャクソンとデルビン・ウィリアムズは合計1600ヤードを走った。ジーン・ワシントンがチームのエースレシーバーとなったが彼はこの年でチームを去った。この年のオフシーズンチームは、 バッファロービルズから OJ シンプソンを獲得、マイアミドルフィンズの WR フレディ・ソロモンとデルビン・ウィリアムズをトレード、プランケットを放出、マイヤーヘッドコーチも首にして、ピート・マッカリーを新ヘッドコーチとして迎えた。1978年、チームはシンシナティ・ベンガルズ、タンパベイ・バッカニアーズ戦にしか勝てず2勝14敗で終えた。シンプソンがチームのラッシングリーダーとなったが、 膝の故障を抱えた、彼は600ヤード未満の記録に終わった。またウィルバー・ジャクソンも怪我で、シーズンのほとんどを欠場した。1979年には低迷した成績によって、ドラフト全体1位の指名権が得られるはずであったが、シンプソンの獲得でこれを失っており、補強の失敗の責任を取らされて、ジョー,ーマス・ GM は解任された。この年、スティーブ・ディバーグ、ポール・フォーファー、 ランディクロスなどが初出場を果たした。この年、スタンフォード大学のヘッドコーチであったビル・オルシュによって、チーム状況は好転することとなる。チームは、ドラフトや、フリーエージェントで弱点のテコ入れをしていき、ウェストコーストフェンスを導入した。1979年に、ドラフト3巡目で1977年に、ノートルダム大学を全米ランク1位に導き、 また1979年のコットンボールなど数々の逆転劇を演じたジョー・モンタナを指名した。モンタナは QB としては身長が低く肩もあまり強くないと見られており、他チームのスカウトはあまり注目していなかった。ドラフト当日、ダラスカウボーイズは次に指名しようとする予定の選手を何人かボードに書き込んでいた。三巡目の指名になった際、そこにはモンタナの名前が書き込まれたが、 ストーバック、ダニー・ホワイトが降り、QB よりもタイトエンドの補強をする必要があった。カウボーイズは、ダグ・コスビーを指名。ナイナーズは、希望通りに、モンタナを獲得できた。この年チームは2勝14敗に終わった。QB ・リバーグはタッチダウンより、インターセプトが多かったもののパス成功率60%で3600ヤード以上を獲得した。フレディ・ソロモンはレシーブで800ヤード以上を獲得した。 一方、乱攻撃は低調でポールホーファーが、チームのラッシングリーダーとなったが615ヤード、シンプソン故障のため460ヤードに終わりこの、シーズンで現役を引退した。1980年に、チームは、開幕から3減少したが、その後接戦が多かったものの8連敗を喫した。ディバーグとモンタナは併用されディバーグの方が、好成績を上げたがウォルシュは将来性では、 モンタナの方に分があると感じていた。この年の第14週ニューオーリンズセインツ戦ではシーズン13連敗中だったセインツにハーフタイムで7から35と28点差のリードを許したが、モンタナに引きられた攻撃は35から35の同点に追いつき、オーバータイムにレーワーシングの決勝 FG が決まり38から35と逆転勝利した。 28点差からの逆転勝利は長く、NFL 史上最多得点差からの逆転劇であった。この勝利以降モンタナの先発が定着した。この年2年目の WR ドワイト・クラークが、チームトップの82キャッチ、RB の R ・クーパーが700ヤード以上を走った。1981年、ボルシュはディフェンスの改善に乗り出し、新人や経験の乏しかった選手を多数起用した。 その中には、ロニー・ロット、エリック・ライト、カールトン・ウィリアムソン、ドワイト・ヒックスらである。またベテラン・エルビーのジャック・レイノルズ、パスラッシャーのフレッド・ディーンを獲得した。これらの補強によって、オフェンスとディフェンスがバランスの取れたチームとなったナイナーズは1勝2敗で、スタートしたが、残りの13試合で12勝を挙げて、13勝3敗と、チーム史上最高の成績で終えた。ディーン、ロット。 ヒックスがこの年、プロボールに選出された。モンタナによるショートパスを中心とした攻撃でボールをコントロールし、クラークはポゼッションレシーバーとして、ソロモンはディープスリートとして、両 WR はしっかりと役割を果たした。ラン攻撃は弱点で543ヤード走ったリッキー・パットンがチームのラッシングリーダーとなり、R ・クーパーはランより、 パスターゲットとして活躍し51キャッチを記録した。プレイオフでは、ディビジョナルプレイオフで、ニューヨークジャイアンツに38から24で勝利し、NFC チャンピオンシップゲームは1970年代のプレイオフで何度も、苦敗をなめた相手である、ダラスカウボーイズとの対戦した。シーズン序盤に、両者は対戦しておりナイナーズは6回の、 ターンオーバーを喫して14から45で敗れていた。この試合残り時間4分54秒で21から27とリードされ、自陣11ヤードから、ナイナーズは攻撃権を得た。モンタナは敵陣6ヤードまで攻め込み、第3ダウン残り3ヤードの状況で、第1ターゲットのソロモンがカバーされていたため、エンドゾーンのドワイトクラークへ向かって、パスを投げタッチダウンを決めた。このプレイは、 ダキャッチとして知られるようになった。このプレーは、スポーツイラストレーテッドの表紙を飾ったが2005年秋には、ゲータレードの CM に使われた。このプレーの後、わずかに残った試合時間で、カウボーイズは、ダニー・ホワイトからのロングパスをドリュー・ピアソンが受けて走ったが、ナイナーツ陣44ヤードのところで、エリック・ライトが彼を止めタッチダウンあるいは FG を阻止した。 次のプレイでローレンス・ピラーズがホワイトをサックしファンブルを誘いジムス・スタッキーがこれを抑えてナイナーズは勝利した。お互い初出場となったシンシナティ・ベンガルズとの第16回スーパーボールではハーフタイムまでに20から0とリードし最終的に26から21で勝利した。この試合例はアーシングは4本の FG を成功12プレイで 最後はクーパーへのタッチダウンパスを決める92ヤードのドライブを達成したモンタナが MVP に選ばれたが第3球自陣3ヤードまで攻め込まれながら4回の攻撃をしのぎ切ったディフェンスの活躍も見逃せなかった。こうして2勝14敗のシーズンからわずか2年でチームはスーパーボールを制覇した。1982年ストライキで短縮されたシーズンチームは 地元キャンドルスティックパークで一勝もできず3勝6敗でシーズンを終えた。この年のホームでの成績は5敗、アウェーでの成績は3勝1敗であった。NFL 史上ホームで未勝利に終わったチームがアウェーで勝ち越したのはこの時のみである。しかしこの後17年間チームは負け越しのない栄光の時代を迎えることとなる。 この年モンタナは5試合連続で300ヤード以上のパスを成功させるなど2613ヤードを投げて9タッチダウンを上げた。1983年チームはシーズン最後に3連勝して10勝6敗でシーズンをオえチク優勝を果たした。モンタナは3910ヤードを投げて26タッチダウンを上げた。ディビジョナルプレイオフでは敵地で デトロイトライオンズと対戦し17から9とリードして、第4球を迎えたが相手に 2td を許し17から23と逆転された。しかしモンタナが残り2分にソロモンへの td パスを決めて、相手キッカーエディ、マレーの逆転を狙った FG は失敗し24から23で勝利した。翌週のワシントンレッドスキンズとの NFC チャンピオンシップゲームでは一時からと、 リードされながら、同点に追いついたが、マーク・モーズリーに、決勝 FG を決められて21から24で、敗れた。1984年、チームは15勝1敗でシーズンを終えた。プレーオフでは、ニューヨーク・ジャイアンツを21から10、シカゴ・ベアーズを23から0で破り、第19回スーパーボールに出場した。この試合は、シーズン最多タッチダウン記録を作ったダン・マリーの、 率きいるマイアミドルフィンズとの対戦になったが38から16で勝利した。この年ディフェンスバックのロニー・ロッド、エリック・ライト、ドワイト・ヒックス、カールトン・ウィリアムソン4人全員がプロボールに選出された。第19回スーパーボールでのジョー・モンタナ1984年シーズン中には14人の選手たちによって、We Are the 49ers というならだ、マイケル・ウルゲンが作詞。 プロデュースしたシングルが発売された。曲には R&B、ファンク、ポップミュージックの各要素が取り入れられていた。ボーカルにはロジャー・クレイグ、ドワイト・クラーク、ロニー・ロットラが含まれたがモンタナは参加しなかった。この曲は地元ラジオ局などでの放送にとどまり1年後に発売されたシカゴ・ベアーズのスーパーボール・シャッフルのように全米には広まらなかった。 1985年にロジャー・クレイグが NFL 史上初の同一シーズン1000ヤードラッシュ、1000ヤードレシーブを達成した。チームは10勝6敗でワイルドカードでプレイオフに進出したがニューヨークジャイアンツに3から17で敗れた。この年ジェリー・ライスが加入している。1986年には開幕戦でタンパベイ・バッカニアーズを31から7と破ったが、 勝利の代償は大きく、モンタナが背中を痛めて2ヶ月欠場することとなった。ジェフ・ケンプが代わりに先発出場し9月、10月を4勝3敗1分で乗り切った。モンタナが復帰後チームは6勝2敗で、同地区のライバル、ロサンゼルスラムズを24から14で破る試合も、あり NFC 西地区優勝を飾ったが、ニューヨークジャイアンツとのプレーオフでモンタナは、 ジムバートにヒットされ前半に退場し、3から49と大敗した。1987年、モンタナの控え QB として、タンパベイバッカニアーズから、スティーブ・ヤングを獲得した。ストライキで短縮されたこの年、チームは13勝2敗で、NFL トップの成績を挙げた。NFL の大部分の選手は3週間ストライキに参加して欠場したが、モンタナはスト破りをして出場した。 チームは、トータルオフェンス、トータルディフェンスいずれも1位で、優勝候補の筆頭に挙げられていたが、プレーオフ初戦で、ミネソタバイキングスに24から36と敗れて3年、連続プレーオフ初戦で姿を消した。1988年、チームは6勝5敗で、プレーオフ出場も危ぶまれたが、マンデーナイトフットボールで、ワシントンレトスキンズを破るなど10勝6敗で、シーズンを終え、 プレイオフ初戦では、ミネソタバイキングスに34から9とリベンジし、敵地ソルジャーフィールドに乗り込んだ。氷点下8度、体感温度氷点下32度、風速13メートルの中行われた試合は、モンタナトライスの活躍でベアーズを28から3で、破った。シンシナティベンガルズとの対戦となった第23回、スーパーボールでは、 残り時間3分余りから FG を決められて13から16と3点を追うこととなった。続くキックオフでホールディングのペナルティを取られて残り3分8秒で自陣8ヤードからの攻撃となった。ここからモンタナはスーパーボール史上有名な92ヤードのドライブを10勝6敗の成績から優勝したのはナイナーズが初めてであった。ビル・ウォルシュは 第23回スーパーボールを最後に引退し、1989年からは彼の下でディフェンスコーディネーターを務めたジョージ・シーファートがヘッドコーチとなった。9月24日のフィラデルフィア・イーグルス戦では第4級途中までに1 0から21とリードされたが、モンタナが 4td パスを決めて38から28で勝利した。14勝2敗でホームフィールドアドバンテージを得たチームは、 ミネソタバイキングスを41から13、ロサンゼルスラムズを30から3で退ぞけ、第24回スーパーボールで、デンバーブロンコスと対戦した。この試合では、スーパーボール史上最多得点、最多点差となる55から10で勝利した。スーパーボールを連覇したチームの中で異なる、ヘッドコーチの下で優勝した、最初のチームとなった。ポストシーズン3試合の得失点差は、 合計100点に達した。1990年も開幕からの10連勝を含み14勝2敗でシーズンを終えてスーパーボール3連覇を目指した。プレイオフではワシントンレッドスキンズを28から10で破ったが NFC カンファレンスチャンピオンシップゲームでニューヨークジャイアンツを TD なしに抑えながら第4球にモンタナがレナード・マーシャルのヒットを受けて退場。 ロジャー・クレイグのファンブル後にマットバーに5本目の FG を決められて、チームは13から15で敗れた。1988年から1990年までの3シーズン、チームはロードでも18連勝を達成した。シーズン終了後、プロテクトされなかったクレイグ・トロットは、ロサンゼルス・レイダースに、プラン B の制度で移籍した。またモンタナは続く2シーズン肘の怪我で欠場した。 1991年にチームはスティーブ・ヤングを先発 QB としたが彼は左手親指や膝の怪我でかず試合欠場した。10試合経過したところでチームは4勝6敗とつまずいていた。控え QB のスティーブ・ボノが先発死後連勝を果たし、最終節はボノが負傷したためヤングが先発し、シカゴ・ベアーズに52から14と圧勝しチームは10勝6敗でシーズンを終えて、 アトランタ・ファルコンズと同率となったが同地区の対戦成績で劣り、プレーオフ出場を逃した。1992年の最終週、12月28日のデトロイト・ライオンズとのマンデー・ナイト・フットボールの試合後半、モンタナが怪我から2年ぶりに復帰し、プレーを行った。彼はパス21回中15回成功し126ヤードを達成しにタッチダウンを上げて、試合に勝利した。 チームは14勝2敗で、ホームフィールドアドバンテージを確保し、プレーオフに臨んだ、ワシントン・レッドスキンズを20から13で破ったが、ダラスカウ・ボーイズに20から30で破れた。シーズンオフ、オーナー、ヘッドコーチ、モンタナの話し合いの結果、チームは、モンタナを、カンザス・シティ・チーフスに放出することを決定した。レバートロー,オーナーは、モンタナの残留、先発復帰を望んだが、モンタナは、 自分がチームに残ることは自分とヤングのどちらが先発するとしても問題が起きると発言した。1993年チームは10勝6敗で NFC 第2シードとなったニューヨークジャイアンツを44から3で破ったが敵地テキサススタジアムに乗り込んだダラスカウボーイズ戦で21から38と破れた。1994年チームは大金をかけてケンロートンジュニア ゲイリー・プラマー、リッキー・ジャクソン、リチャード・デント、チャールズ・マン、ディオン・サンダースなどのフリーエージェント選手を獲得した。またドラフトでも、ブライアント・ヤング、ウィリアム・フロイド、リー・ウッドオールなど、その後数シーズン先発を務める選手を獲得した。シーズン序盤にフィラデルフィア・イーグルスに8から40、モンタナのカンザス・シティ・チーフスに17から24で、敗れた試合もあった。 イーグルスに敗れた試合の直後には地元ラジオ局によってファンがシーファートヘッドコーチの解任を望んでいると報道された。大差がついたイーグルス戦ではヤングがベンチに下げられたことに対して不満を持ちシーファートと激しく口論する姿が見られた。翌週のデトロイトライオンズ戦で14から0とリードしていた場面でパスを投げた後にヒットを受けた。 ヤングは顔面を真っ赤に染めたがにプレー後にはフィールドに復帰しチームは27から21で勝利した。チームは2年連続スーパーボールを制覇していた。ダラスカウボーイズへの21から14の勝利も含み10連勝を果たした。この間チームは平均約20点差をつけて勝ち続けた。8得点、14得点に終わった試合もあったものの、この年チームはレギュラーシーズン総得点。 プレイオフまでの合計総得点で新記録を達成した。この記録は1998年のミネソタバイキングス、2007年のニューイングランドペートリオッツに破られている。チームは13勝3敗でホームフィールドアドバンテージを獲得。プレイオフでもシカゴベアーズに44から15、ダラスカウボーイズとの試合では第19終了時点で21から0とリードした。 前半終了間際に、ヤングからライスへの29ヤードのタッチダウンパスが決まり、ハーフタイムを31から14で迎えた。第3球最初のキックオフでファンブルし、それをタッチダウンに結びつけられて31から21と迫られたがヤングが自ら走りタッチダウンを上げて38から21とし、 その後1タッチダウンを返されたが38から28で5度目のスーパーボール出場を果たした。サンディエゴチャージャーズとのカリフォルニア州のチーム同士となった試合に49から26で勝利し史上初のスーパーボール優勝5回を果たしたチームとなった。MVP にはこの試合で6本ツのタッチダウンパスを投げたヤングが選ばれた。 1995年から1997年までの3年間も、チームはプレーオフに出場したがいずれの年もグリーンベイ、パッカーズに敗れた。この年はライスが負傷で14試合欠場した。1998年、チームは12勝4敗でシーズンを終えて16年連続勝ち越し、すべてのシーズンで10勝以上を挙げた。この年のプレーオフでも、 パッカーズと対戦したが二十三から二十七と、リードされた試合時間残り三秒、ヤングからテレルオーエンスへのタッチダウンパスが決まり、三十から二十七で勝利した。翌週のアトランタファルコンズ戦で、ヤングが三回のインターセプトを喫して二十七から三十で敗れた。1 9九十年代終わりにチームオーナーの、エドワード・デ・バートル・ジュニアは、ルイジアナ州知事のエドウィン・エドワーズの汚職に絡んで、 名前が取り沙汰されたり、ミシシッピ側のリバーボートでのカジノが問題視された。1998年に有罪判決を受けた、彼は NFL のオーナー資格を失い、妹のデニス・デバートロ・ヨークと彼女の夫のジョン・ヨークに経営権が委ねられた。1999年、チームは3勝1敗と、ースタートを切ったが、アリゾナ・カージナルスとのマンデー・ナイト・フットボールで、ギャングが、 ブラインドサイドからコーナーバックのアニーアス・ウィリアムズにヒットされそのまま引退に追い込まれた。この怪我はそれほど深刻なものと見られておらず、ヤング自身も後に翌シーズンまたは2シーズン後の復帰を希望していたが、GM となっていたビル・ウォルシュとの話し合いの結果、サラリーキャップに苦しむチーム、自分自身の将来的な健康のために引退を決意したという。 ヤングを失ったチームは残り12試合中11試合を落今年1982年以来の負け越しとなった。また1979年からオフェンスラインコーチを務めたボブ・マッキトリックがシーズン終了後の2000年3月15日に亡くなった。2002年ビ b ジェフ・ガルシアに引きられたチームはチームのプレイ、しかしタンパベイばっかに合わずに敗れてシーズンを終えた。シーズン終了後、 スティーブ・マリウッチヘッドコーチは解任されて、公認のヘッドコーチとして、シアトル・シーホークスやオレゴン州立大学のヘッドコーチを務めたことのあるデニス・エリクソンと5年契約を結んだ。ヘッドコーチ候補には3人のディフェンスコーディネーターの名前が挙がっていたが、エリクソンのオフェンス理論は、ウェストコースト・オフェンスと大きく異なっていたため、この契約に対して、ファンやメディアは厳しく非難した。 2002年以降、チームは怪我人の続出、弱体化したオフェンスライン、一貫性のないディフェンスなどで低迷している。2003年チームは7勝9敗と負け越し、8シーズンチームに在籍して85タッチダウンを上げたテレル・オーエンスはこの年でチームを去った。2004年9月26日、シアトル・シーホークスに0から34と、レギュラーシーズンでは1977年に、 アトランタファルコンズに0から7で敗れて、以来となる420試合ぶりの完封負けを喫した。これは、リーグ記録となった。この試合、第4球に得点する機会があったが、インターセプトやファンブルで潰してしまっていた。シーズン中でバートローオーナーがチームを売却しようとしているという噂が立ち返ってとして、オラクルのラリー・エリソンやスティーブ・ヤングのグループの名前が挙がった。 チームは2勝14敗に終わり1979年以来となる地区再会となった。この年 NFL32 チーム中最低の成績に終わり、エリクソンヘッドコーチと彼を選んだ GM のテリー・ドナヒューは解任された。公認のヘッドコーチにはボルチモア・レイブンズのディフェンスコーディネーターをしていたマイク・ノーランが選ばれた。彼は1970年代に チームのヘッドコーチだったディック・ノーランの息子であった。多くのチームがヘッドコーチと GM をそれぞれ置いていたがこの時、GM は置かれず、ノーランは全権を手に入れた。彼はドラフト全体1位で地元カリフォルニア大学バークレー校のアーロン・ロジャースではなく、ユタ大学の QB アレックス・スミスを指名した。2005年8月20日にインベスコフィールドで行われた。 デンバーブロンコストのプレシーズンゲームの終了直後、オフェンスラインのトーマスヘリオンが、ロッカールームでのミーティング中に倒れ病院に、運ばれたが心臓発作で急死した。2005年もチームは、祝祭会に終わったが、前年の2勝から4勝と勝ち星を倍増させた。最後の2試合には連勝した。チームが連勝したのは2003年以来のことであった。また、同地区のライバル、 ラムズから1998年以来となる2勝を挙げた。フランクゴア2006年には4年連続の負け越しとなったが7勝9敗で畜3位で終えた。最終節のデンバーブロンコス戦では0から13とリードされながらオーバータイムの末26から23で破り、ブロンコスをプレーオフ争いから脱落させた。また前年 NFC チャンピオンになった。 同地区のシアトルシーホークスからも2勝を挙げた。チームはマイアミ大学から入団して2年目のフランク・ゴアをエース・ b に決めたがゴアはチーム記録であり、その年 NFC トップの1695ヤードを走り8タッチダウンを挙げてプロボールの先発選手にも選ばれた。2007年シーズン開幕前、元ヘッドコーチのビル・ウォルシュが白血病で亡くなったオフシーズンに バッファロービルズのコーナーバック、ネート・クレメンスがチームに加入し、当時 NFL のディフェンス選手として、史上最高額となる8年間で8000万ドルの契約を結んだ。この年ドラフト1巡目に指名したパトリック・ウィリスは、この年の AP 通信によって最優秀新人、守備選手に選ばれた。シーズン開幕からアリゾナカージナルス、 セントルイスラムズに連勝し1998年以来となるコース,スタートを切ったが4試合目のシアトルシーホークス戦でエース QB のアレックス・スミスが肩を負傷し戦線を離脱した。彼の代役としてトレント・ディルファーが起用されたがチームは第3週から第12週まで8連敗を喫し5勝11敗に終わった。パスを投げようとする。 オサリバン2008年11月16日タイラムズ戦でハドルを組む選手たち2008年オフシーズンにチームはショーンヒルと3年間の再契約を結んだ。またフリーエージェントでジャスティン・スミス、アイザック・ブルース、JT ・オサリバンを獲得した。オサリバンの獲得はチームの将来に期待したアレックス・スミスが怪我などにより満足にプレーできていないことによるものだった。 ノーランヘッドコーチと新しくチームに来たオフェンスコーディネーターのマイク・マーツはスミス、ヒル、オサリバンの3人を競わせたがプレシーズンゲームで最も良いパフォーマンスを見せたオサリバンが先発 QB となった。同年10月20日ノーランヘッドコーチはシーズン途中で解任され暫定ヘッドコーチにはアシスタントヘッドコーチのマイク・シングレタリーが就任した。シングレタリーは 不調のオサリバンに代わって、シーズン途中からヒルを先発 QB として起用し、指揮を取り始めてからの9試合を5勝4敗の成績とし、チームは7勝9敗でシーズンを終えた。2009年から正式なヘッドコーチに就任、マイク・マーツオフェンスコーディネーターを解雇した。2009年のドラフトでチームはマイケル・クラブツリーを1巡目全体10位で指名した。 2009年の開幕先発 QB をめぐって、ショーンヒルとアレックス・スミスが競ったがヒルが開幕 QB に指名された。クラブツリーとの契約交渉は、シーズン開幕を直前にした9月に入っても、契約がまとまらず10月7日になって、ようやく契約を結んだ。この年チームは7点最下での敗北が6試合と、接戦をものにすることができなかったが、8勝8敗で、 シーズンを終えて2003年から続いたシーズン負け越しが止まった。2010年、同地区のアリゾナカージナルスのエーー q b カート、ワーナーの引退もあり地区優勝の候補に挙げられて、いたが1979年以来となる開幕から後、連敗を喫し、その間3連敗した時点で、オフェンスコーディネーターのジミーレイを解任した。同じく開幕から連敗続きであった。 カロライナ・パンサーズに敗れた際には、球団幹部がシングレタリーヘッドコーチに、不信感を持っているという報道も流れたが、ジョン・ヨーク・オーナーはこれを否定した。しかし5勝10敗となり、プレーオフ進出の可能性が完全に消滅した後、チームはシングレタリーを解任。最終戦は、ジム・トム・シュラが暫定ヘッドコーチとして、指揮を取ることになった。2011年1月7日、 スタンフォード大学の HC であったジム・ハーボーを HC に招聘し5年契約を結んだことを発表した。シーズン前はそれほど期待されていなかったが第13週までに10勝2敗の成績を上げて8年ぶりに NFC 西地区優勝を果たした。TD ランを第15週まで相手に一つも許さなかったが第16週にシアトル・シーホークスのマーショー・オン・リンチに TD ランを許した。 NFC 第2シードとなる13勝3敗の成績でシーズンを終えて駒を進めたニューオーリンズ・セインツとのディビジョナルプレイオフでは17から例のリードを一時逆転されながらも残り9秒にアレックス・スミスからバーノン・デイビスへの逆転 TD パスが決まり36から32で勝利したが NFC チャンピオンシップではニューヨーク・ジャイアンツに20から17で屈し スーパーボール進出は果たせなかった。2012年、6勝2敗という好成績でシーズンをスタートし、第10周から脳震盪で負傷した q b アレックス・スミスに代わって2011年ドラフトに順目、指名のコリン・キャバニックに先発を交代させると、第11周のシカゴ・ベアーズ戦では243ヤード、2TD パスの活躍で勝利した。第12周に、 アレックス・スミスは先発できるまでに回復したものの、ハーボーはキャパニックを先発で起用し続けた。当初、ハーボーはこの再配を批判されたが、ハーボーは、総力のあるキャパニックを先発することで、より戦術の幅が広がると考えた。その期待に応え、キャパニックは、ピストルオフェンスを多用し、第15週のペイトリオッツ戦でも42対31。 自身も 4td パスの活躍で勝利した。レギュラーシーズンを11勝4敗1分の成績で、プレイオフに進出、ディビジョナルプレイオフのパッカーズ戦では自慢のランにより181ヤード、2td を記録し45対31で勝利した。アトランタファルコンズとの NFC チャンピオンシップゲームでは0対17の劣勢から剣士と自慢の攻撃力で逆転し、 28対24で勝利し18年ぶりのスーパーボール出場を果たした。スーパーボールではジム・ハーボーのアニジョン・ハーボーが HC であるルティモア・レイブンズに敗れた。2013年シーズンは12勝4敗でワイルドカード枠からプレーオフに進出し NFC チャンピオンシップゲームに勝ち進み、同地クライバルのシアトル・シーホークスと対戦。序盤はリードしたが終盤に キャパニックが2インターセプト1ファンブルロストと崩れ17対23で敗退した。このシーズンで本拠地キャンドルスティックパークを離れた。リーバイススタジアム2014年シーズンは新本拠地のリーバイススタジアムで迎える最初の年となったが、序盤からハーボー HC 会員の声が選手側からのリークをにわす形で外部から上がるなど不穏な空気が漂った。 それでもシーズン中盤まではプレイオフ争いに加わったが、終盤シーホークスに連敗したのが響き、最終成績8勝8敗で4シーズンぶりでプレイオフ進出を逃した。シーズン終了後、ハーボーは退任し、ミシガン大学のヘッドコーチに就任。だが、ハーボー退任後、チームは連続して畜細会に甘んじる結果となる。後任には大行 HC の経験があり、 ディフェンスラインコーチを務めていたジムトムシュラがついた。2015年シーズンは、シーズン中盤まで、バーノン・デイビスをはじめとした主力選手の大量流出に見舞われ、さらにキャバニックも負傷して、QB がブレインやバートに交代するなど怪我人も、続出、終始チームが安定しないまま、5勝11敗で、地区最下位に沈んだ。トムシュラ HC は1年で解任され、 後任には前フィラデルフィア・イーグルス HC のチップ・ケリーがついた。2016年は初戦を勝った後にチーム史上最長の13連敗を喫して NFC 再開に沈み2017年1月1日に HC ・チップ・ケリーも1年で解雇された。後任にはアトランタ・ファルコンズのオフェンスコーディネーターであったカイル・シャナハンが就任した。2017年も開幕から9連敗を喫し、 畜細会が確定した第7週から先発 QB をブライアンホイヤーから新人の CJ ベサードに変更した後第10週ジャイアンツに勝利してシーズン全敗を回避さらに第12週の試合終盤に負傷したベサードに代わりトレード期限直前にベートリオッツから獲得した QB ジミーガロポロが出場し始めると チーム成績は上昇し、カンファレンス再開を免れた。2018年、開幕3試合目にして、ガロポロが膝靱帯を断裂して、シーズン絶望となった。4年ぶりに、地区再開を脱出したが、4勝12敗に終わり5年、連続して、プレーオフを逃した。2019年は、ガロポロ及びタイトエンドのジョージ・キトル、新人のディフェンシブエンドのニック・ボサなどの活躍により、 最終戦で、シアトルシーホークスに勝って13勝3敗と、前年から大幅に成績を改善し、第1シードで6年ぶりにプレーオフに進出した。この年のレギュラーシーズンは、敗北した3試合を含む8試合は7点最内と、接戦が多く、最後の5試合は3勝2敗で終えたが、いずれも最後の10秒以内の得失点によって決着がついた。プレーオフでは、 初戦でミネソタバイキングスに勝ち、6シーズンぶりに NFC チャンピオンシップゲームに進み、グリーンベイパッカーズを破って7年ぶりにスーパーボールに出場した。スーパーボールではカンサスシティチーフスに敗れた。2020年3月15日、試合数を現行の16試合から17試合に増加させる同志協定案が合意されたが、 試合数増加は2021年シーズンからの試行となったため、2020年シーズンは前年と同様に行われる。一度対戦二度対戦セントルイスラムズがロサンゼルスから移転する前、両チームは激しいライバル関係にあった。チームがセントルイスに移転した後も引き続き同地区にとどまり、激しいライバル関係は解消したと考えるものも、 いるが、元ナイナーズのロジャー・クレイグはラムズがホームゲームを稼いでいったとしても、両チームはライバルだと述べている。2016年シーズンにより、ラムズがロサンゼルスに本拠を戻したため、カリフォルニアのライバルとしての関係が復活した。2002年のリーグ再編により、シアトル・シーホークスが AFC 西地区から NFC 西地区に移転してきた。2010年シーズンからはシーホークスが、 HC にピート・キャロルを迎え、2011年シーズンからは、4 9ナーズが HC にジム・ハーボーを迎え、二人の大学チーム HC としてのライバル関係は NFL に持ち込まれた。ハーボーの去った後に、4 9ナーズは低迷したが、2019年には復活し、直接対決の2試合はいずれも3点差内の僅差で1勝1敗となり、両チームとも、 プレーオフに進出した。2001年シーズンまでは、ラムズの他にアトランタ・ファルコンズ、カロライナ・パンサーズ、ニューオーリンズ・セインツの3チームが同一地区で争った。これら3チームはすべてミシシッピ・ガワイ島にあり、NFC 島地区のアリゾナ・カージナルスや、ダラスカウ・ボーイズより東に位置していた。1970年から2003年までの33年間中28回は、 ナイナーズカラムズが地区優勝を果たした。2003年から2007年まではシアトルシーホークスが地区優勝を果たしている。サンフランシスコ湾沿いの同じ大都市圏に本拠地を置いていたオークランドレイダースとの試合はバトルオブザベイと呼ばれている。ただし両チームは違うカンファレンスに所属しているためレギュラーシーズンに対戦することは4年に一度のみである。プレシーズンゲームはレイダースが AFL に所属していた1967年に初めてプレシーズンゲームが行われ13から10でナイナーズが勝利した1970年に NFL と AFL が統合したがこの年38から7でナイナーズが勝利した両チームの間の熱戦はレーダースがロサンゼルスに移転した後も行われカリフォルニア州北部のレーダースファンは多くがナイナースファンとなり 州の北部と南部での対立となった。1982年には、スーパーボールチャンピオンのナイナースをレーダースが23から17で破った。レギュラーシーズンの対戦では7勝7敗で最も、最近の対戦は2018年の第9週に34から3で、ナイナースが勝利した。2011年のプレシーズンゲーム第3週に、キャンドルスティックパークで行われた試合で、 トイレやスタンドなどで衝突が起き、スタジアムの外では拳銃も使用される事件が起きて以降、プレシーズンゲームでは対戦していない。レギュラーシーズンでの次の対戦は2022年に行われる。なお、レイダースは2020年にラスベガスに移転した。ダラスカウボーイズとはプレイオフで7度対戦している。1970年、1971年の NFC チャンピオンシップゲーム。 1972年のディビジョナルプレイオフでチームは3年連続敗れた。1981年のチャンピオンシップゲームでは、試合終了間際にモンタナからクラークへの決勝 TD パスが決まり、ナイナーズが勝利した。1992年から1994年までの3年間も NFC チャンピオンシップゲームで対戦し、事実上の頂上対決と言われた。 1992年、1993年は、チームは敗れたが1994年に勝利しその後、第29回スーパーボールを制している。両チームは、スーパーボールを5回制しており、これは、ピッツバーグスティーラーズとニューイングランドペトリオッツの6回に、次記録である。ニューヨークジャイアンツとは1980年代以降、プレーオフで8回対戦している。 1981年、1984年には、地元キャンドルスティックパークで38から24、21から10で勝利したが、1985年、1986年には、ジャイアンツスタジアムで3から17、3から49と敗れた。1991年に1月に行われた1990年のレギュラーシーズンのプレーオフでは、NFC チャンピオンシップゲームで、 マットバーの5本の FG で13から15と敗れて、スーパーボール3連覇の夢を絶たれた。この試合で、レナード・マーシャルのヒットを受けて負傷したモンタナは、その後2年間で1試合しか出場できずその後チームを去った。1993年のプレーオフでは44から3と、ナイナーズが圧勝した。 2002年のワイルドカードプレイオフでは14から38とリードされ、ジャイアンツのその年の守備は NFL の上位であったが、TD2 本を短い時間で決め2度の2ポイントコンバージョンも共に成功、FG も決めてチームは33から38と追いすがった。残り1分でジェフ・ガルシアからタイ・ストリーツへの13ヤードの TD パスも決まり39から38と逆転した。 その後ジャイアンツの q b ケリー・コリンズもナイナーズ陣23ヤードまで攻め込み残り6秒で逆転 FG を狙ったがスナップのミスでホールダーのマット・アレンはパスを狙ったが不成功に終わり試合は終了したこの試合は NFL プレイオフ史上の逆転劇中2番目の得点差からのものである2011年シーズンの NFC チャンピオンシップにおける対戦では20から17で敗れた。1995年にスーパーボール連覇を狙ったプレイオフで17から27と敗れてからライバル関係が始まった。この試合を含めてナイナーズは5連敗を期してそのうち4試合はプレイオフでの対戦だった。1998年のワイルドカードプレイオフの試合終了間際にスティーブ・ヤングは テレル・オーエンスに決勝 TD を通した。このプレイはザ・キャッチにと呼ばれている。チーム発足時所属したロークのライバルチーム、両チームともロークに七地区に所属し、ロークが存続した4年間、ブラウンズが優勝、49アーズが2位という関係が続いた。1949年シーズン後にロークが NFL に吸収合併された際、 49アーズとブラウンズは NFL に合流した。両チームと共に合流した。ボルチモア・コルツが合流後1年で消滅したため、ローク由来で現存するチームは、この2チームのみとなっている。詳細は、オールアメリカフットボールカンファレンスオッサン賞2006から2007シーズンにおいて先発 q b であった。トレント・ディルファーは、ジョン・ブロディと旧知の中であり、ブロディに尊敬の意を表す意味で、 12番のユニフォームを着てプレーした。2007年7月30日のビル・ウォルシュの死に、再死、彼のイニシャルである BW を永久欠番に登録した。2008年のイーグルス戦におけるゴールドラッシュ日本との関係が深いチームであり、後に読売ジャイアンツで活躍する日系アメリカ人のヨナミネ・カナメが1947年から2年間在籍。2002年には、 川口誠氏が日本人として初めてアメリカ本土での NFL プレシーズンゲームに出場した。他にも安田愛、杉谷俊子、斎藤義子、石田脇が 49ers 所属のチアリーディングチームゴールド、ラッシュに所属した。さらにジョーモンタナは 49ers 在籍時に日本の CM にも出演した。ありがとうございます。